霊元天皇、霊元天皇、1654年7月9日、上皇3年5月25日から1732年9月24日、享保17年8月6日は、日本の第112代天皇、在位、1663年3月5日、漢文3年1月26日から1687年5月2日、上京4年3月21日。意味縄式人、里人。称号は高木宮、宛の宮。 上位後の期間が長いため、戦闘様、戦闘様、と呼ばれることが多い。歌人、脳書家でもある。絵をよくし、作品が複数現存している。生涯諸君女王3年、1654年、長慶五光明天皇の宝御以前にその養子士に入り、諸君となる。 当時、後光明天皇があまりにも急な死に方をしたために毒殺と噂され、天皇による後期宮、後の霊元天皇の養子縁組の意思表示の有無が疑問とされたが、後光明天皇の側近らは天皇が後期宮の誕生直後より万一に備えて縁組の意向を表明していたと主張している、先順皇期、上王3年10月17日上。 また、後期宮の聖母が後光明天皇の母方の十枚であることや、当時めぼしい神王がすべて宮家を継承するか寺院に入ってしまったために、唯一将来が定まっていなかった男子皇族が後期宮以外にいなかったことから、後期宮が養子子として将来の後位継承に備えるのが当時としては一番妥当な判断であったと考えられる。万治元年、1658年1月、親王宣言を受けた。 金血騒動漢文2年、1662年、12月に減伏し、翌3年、1663年、1月、兄の後彩天皇から上位されて戦争した。父の御水の法王王は将軍徳川家綱の了承を得て、幼い天皇に代わって摂政高塚信んのが武家伝僧の飛鳥正明と大木町美豊と共に官位助任を取り決めるように命じ、両伝僧の辞任後は摂関家の九条金春とこの江元弘が関与した。しかし、朝廷運営の実質的な主導者は、 ご孔明天皇の意志をご水能院に伝えた三条西実況であった。実況は武家伝奏でもなく、年寄り衆や当官の公下ですらなかったが、幕府の信任や奥向きへの影響力を背景に朝廷内で大きな権力を振るった。漢文8年、1668年には、天皇が長愛していた傍上房子と、実況が推薦した女官、田内工事局の二人が解任した。 実況は田内工事局を女子同様の扱いにしようと画策し、ゴミズの法王が一時的に実況の出資を停止するなど、宮廷内の権力闘争はより強まった。霊元天皇は実況を排斥しようと大倉さねを通じて中野院道重に密命を下したが、中野院は辞説を待つように還元している。 結局、漢文9年、1669年、2月と3月に生まれた両者の子はいずれも王女であり、天皇と近獣、中野院道重、京都書次第板倉重則らの間で起承門が取り交わされ収集が図られた。幕府は金利の奥向きを統制する必要に迫られ、関白高塚塚助の妹高塚塚子を受代させることとした。 しかしこの時代は天皇の本意ではなかったと見られ、8月14日には実況を排斥する洋幕府に要求し、聞き入れなければ上位すると迫った。これを受けて実況は諸子代より実況を命じられた。新世紀入内翌年の漢文10年、1669年からは、霊元天皇が簡易除人を直接取り扱うようになり、即位以来武家伝宗を務めた明石正明と大木町美豊は退任した。 しかしたびたび天皇や近所の不行跡事件が相次ぎ、幕府は御水の法王や年寄り衆に近所の統制を、東福門院に奥向きの統制をそれぞれ求めるようになった。これは年寄り衆が偽装として朝廷運営の表舞台に出る契機となった。 しかし、漢文年間後期から遠方年間には東福門院や板倉重則など懲爆の有力者が次々と要され、り、遠方8年、1680年にはゴ水ズ法王が崩御、さらに将軍徳川家綱の死とそれに伴う大老坂頂き世の失脚によって、枷の外れた霊元天皇は自らの路線を強行に推し進めることとなった。 霊言の関白を軽視した朝廷運営に、高塚笠ふさは、所詮当時の体、石家滅亡なり、これすなわち朝廷大乱の間、と嘆いている。遠方9年、1681年、2月には女王高塚笠子の立候と、第一王子の一宮、五の慣習寺宮住信方神の、二階、長愛する松木周年の子一宮を直訓にすることを認めるよう幕府に伝達した。 幕府もこれを承認し、一宮は大覚寺に入ることとなったが、他祖父小倉真置は一宮を参大させないなどして抵抗した。9月17日には一宮を小倉邸から移動させて遊兵した。小倉は翌年に佐渡へ流刑となっている小倉事件。一宮は天皇にとっては諸子であり、ご水のお法王も諸君とするよう内定を下していたが、あくまで女御高塚佐夫子が王子を出産しない場合という条件をつけられた上での内定であった。 一方で、懲爆官の正式な合意による内定を覆すことには区下官でも反発が強く、大老堀掘った正俊氏も同意見であった。しかし将軍徳川綱吉は天皇の意向を尊重するべきであるとし、一宮廃跡と一宮の諸君家を容認した。天和2年、1682年、高塚佐夫佐助が関白を辞した際には本来の順序ならばさ大臣であるこの江本博を関白に任じるのが通常の流れであった。 しかし2月18日に幕府側から申し入れられたのは、右大臣の一条不許を兼ねてる、を関白にするという意向であった。これは霊元天皇が自分に批判的なこの絵元宏を排斥する意図があったための措置であり、幕府もこれを承認したものであると考えられている。一方で、元宏は綱吉の潜在的なライバルである徳川家信の学府であり、また元宏自身の言動が幕府から無条件に信頼を受ける人物ではなかったことも指摘されている。 天和3年、1683年、五宮朝に親王、五の東山天皇の立体指令が行われた。これは上和4年、1348年、野直人親王立体史以来335年ぶりの出来事であり、霊言の強い要請を受けた幕府が、今後行われる皇太子の諸儀式に別途支出を行わないことを条件に承認したものであった。上京元年、1684年、2月25日には上位の意向を伝えたが、この際は幕府から拒否された。 しかし天皇は上京3年、1686年、ウルー3月に上位は了承された。朝廷執行部、幕府との対立上京4年、1687年、朝日新能への上位が行われることとなった。霊元天皇はこれに伴い、長年中断していた即位式とともに行われる大祭大上祭を行うことを強く要望した。 大城祭最高については朝廷内にも財源と準備が不足であるとした、左大臣この江本博をはじめとする強い反対派が存在した。さらに神仏分離を唱える水下神道を支持してその協議に基づく大城祭を行おうとする一条風教と神仏集合を唱える吉田神道を支持するこの江本博という対立構図も存在していた。 幕府が理想とする上皇は朝廷に口出しせず、所持失踪であった名称上皇の姿であり、霊元も上位後は本因御所の核名称上皇と同じ核であることが求められた。さらに霊元の素行に不信感を持っていた幕府は、闘魂のお真似を不非公義に自宅行、東宮は霊元天皇の真似をしないようにしたいという考えもあり、新天皇が霊元の影響を受けないことを望んでいた。 京都書次第土山佐直は天皇の機嫌を損ねて上位の手続きが延引することを恐れており、綱吉も大上祭の再興には不安感を持っていたものの、大上祭の再興に関しては臨時支出を求めないという霊言側からの申し出もあり、最終的に大上祭を容認した。 こうして文章元年1466年以来219年ぶりの大城祭が行われたが、大城祭前後の設営が3日から1日に変更され、天皇が鴨川でみそぎを行うご家行校が幕府の反対で行われないなど、極めて簡略化されたものとなった。この江本広はご家行校の中止は信慮にかなわないとして反対し、霊言の兄行女法信王もこの大城祭は朝廷も幕府も誰一人納得しておらず、神を欺くものであると強く批判した。 このため、次の中三角天皇即位の際には大城祭は行うことはできず、再び中絶することとなる。霊元はこの他にも岩清水八幡宮法上会やカモ祭の再興を行っている。霊元は大城天皇となった後、先導御所に入って陰性を開始し、囲碁先導様と呼ばれるようになる。 霊元の陰性はゴミズの陰性と異なり、朝廷の機構を掌握するのではなく、戦闘御所に別個の機構を確立して、そこから朝廷機構に指示を下すというものであり、以降江戸時代の陰性の慣行となる。戦闘御所では霊元の意志で選定された陰表情が合議を行い、霊元に任じられた陰伝僧が幕府と連絡を取り扱った。 また朝廷の主催者であるという意識を強く持っており、東山天皇が成人するまで本来天皇が行う儀式である司法杯を先頭御所にていっている。これら霊元の姿勢は朝廷執行部との確執を生んだ。元六三年、1693年、1月には霊元と対立したこの江元博が関白となり、元六四年、1691年には全関白一条冬京から朝廷執行部への政務の異常を迫られた。 霊言はこれに対し、一般的な政務は異常するが、重要事項には変わらず関与し続ける方針を示した。さらに陰伝僧と陰表上にあて、関白、武家伝僧、偽装の朝廷執行部が霊言と天皇に忠誠を誓う精子を出すよう要請した。関白この江本博が、天魔の書意、と行き通り、武家伝僧畜左右綱が、落類の多言語なし、愛ともに天を仰ぐのみ、朝廷の霊落この日か、と嘆くなど、戦闘御所と朝廷執行部の亀裂はいよいよ深まった。 この事態は幕府にとっても容認できるものではなく、ついに元禄六年、1693年。10月23日には、霊元は一切政務に関与するべきではないという将軍綱吉の意思が伝えられた。これを受けて11月26日には政務の完全な異常が行われた。東山天皇とこの江元博が取り組んだのは、霊元の影響力排除であった。 元広は幕府と連携し、元禄十三年、千七百年までに霊元派の公家を住職から排除している。また将軍綱吉も積極的に朝廷支援を行うようになり、法営二年、千七百五年には金利五料を一万石増進し、法営三年、千七百六年には先導五料を三千石増進している。 第二次院政法令6年12月17日1710年、9歳の中御門天皇に位を譲り院政を開始していた東山上皇が暴走で救世し、霊元上皇の院政が再開された。しかしこの江本博は綱吉の後を継いだ将軍徳川家信の,の学府であり、霊元も優和的にならざるを得なかった。 元広の子摂生子の家広を法永7年12月に大乗大臣としたほか、聖徳2年1712年8月、家広の娘である直子を中御門天皇の女御にすることを許し、教法元年1716年には女御として受大させている。聖徳2年10月、徳川家信が急成すると、洋君の権威を強化するため、幕府は朝廷の権威にすがろうとした。霊言は幕府の要請に応じ、後継者である鍋松のために、家継ぐ、の名を与えた。 さらに聖徳4年、1714年、4月の徳川家康100回期には、自筆の教文を可視し,している。9月には皇女安宮吉子内親王と家継の婚約を実現させたが、こちらは家継死去のために実現しなかった。こうして霊言がこの永遠の皇宮と幕府との連携に転じたことで、この永遠や幕府の不満は和らいでいった。 しかし、霊元自身のこの絵に対する憎悪は残っており、教法17年、1732年、2月に書かれ、下五両神社に奉納された自筆願文の中で、失勢すでに三代、を重ねた、四極じ局ねえの悪心、邪神、女将や将軍の力で排除されるよう祈願している。これは元広の孫で家広の子に当たる当時の関白子の絵家久を指したものとみられている。聖徳3年、1713年、8月、落職して法王となる。 法名は元上。これ以降、天皇が法王になった例はなく、最後の法王となった。教法2年、1717 17年、幼年を理由に行われてこなかった、霊言上皇、法王が代わりに行ってきた、中御門天皇の司法杯実施とともに陰性は終了する。教法17年、1732年、8月6日、法御、法378。